ボディーワイルド。履いてみなよ、癖になるから。 3D ボクサーボディーワイルド。おしゃれはパンツから。 3D ボクサーボディーワイルド。パンツを変えて気分上げてこ。 3D ボクサーボディーワイルド。履いてみなよ、癖になるから。きつくない、ゆるくない、未体験のフィット感。 3D ボクサー軍勢ボディーワイルド。履いてみなよ、癖になるから。きつくない、ゆるくない、未体験のフィット感。 3D ボクサー軍勢ボディーワイルド。おしゃれってもっと自由でいいんじゃない。星ゴムのない未体験の開放感、エアーズ軍勢ボディーワイルド。おしゃれってもっと自由でいいんじゃない。星ゴムのない未体験の開放感、エアーズ軍勢ボディーワイルド。おしゃれってもっと自由でいいんじゃない。エアーズ、自分らしくかっこよく、すべての人に履いてほしいボディーワイルド。ボディーワイルドのイメージキャラクターになりました、みちょぱです。男性向けの下着のイメージキャラクターっていうのは私自身初めてだったので、撮影はめちゃくちゃ気合を入れてやりました。私らしくかっこよく見せられたんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあ、今回この広告を見てどんどん気に入って買っていただけたらなというふうに思います。いろんなポーズしたんですけど、まあ、どれもやっぱかっこよさを結構重視したんですけど、 3D ボクサーの時のジャケットを着た感じ、結構かっこいい感じになってるんですけど、それはすごい自分自身お気に入りで、エアーズの腰のゴムを持ってやるポーズもあったんですけど、それもなんか新鮮で新しくて面白いなと思いました。本当にきつくなくて、でも緩くもなくて、なんかめちゃくちゃフィットしてて履き心地がすごく良かったんですよね。一回履いたらもう癖になる、フィット感がすごくって、これ女性用があったらもう絶対自分自身買ってるなって思うぐらい自分にすごいフィットしてて、肌触りもねすごくいいので履いてみてほしいなと思います。多分テレビとかで見てる私はそのまんまの私というか自然体、あんまりなんか嘘もつきたくないので、なんか飾らずそのままでいて、で好き嫌いもはっきり、それはなんか好き嫌いっていうのも人にちゃんと言えるようにすることが自分らしく言えるかなというふうに思います。いや今はいろいろ大変な時期だと思うんですけども、こんな時こそみんなで笑顔で、頑張りましょう。ぜひボディーワイルドも、よろしくお願いします。履いてみたらこのフィット感とか肌触りとか、全部わかると思うので、ぜひぜひチェックしてください。ボディーワイルド軍勢。